リアンダー級フリゲートはイギリス海軍のフリゲートの艦級。12型フリゲートの系譜に属しており、12型とも属称されるが、公式のタイプナンバーは付与されていない。これは戦後のイギリス海軍としては唯一の例であった。従来のイギリス海軍ではフリゲートは主として戦団護衛に充当されてきた。 しかし1957年の防衛見直しでコストと特に艦隊の人員削減を強く求められたことから運用の効率化のためにこの区分は廃止されフリゲートも艦隊護衛艦として運用されることになった。しかし新鋭の対戦艦である12型フリゲートや旧式の艦隊駆逐艦を改装したフリゲートを除いて既存のフリゲートでは 艦隊行動に随反し得る速力を備えていなかった。このことから12型をもとに汎用性を高めた艦隊護衛艦の整備が決定された。1955、6年度で追加建造予定であったロス C 級の10番艦、ウェーマスの建造は中止され、この新型艦隊護衛艦の1番艦となった。 また当時建造が進められていた81型フリーゲートは7隻で、打ち止めとして残り5隻は建造予石として転用された。艦隊要件委員会での討議は1958年秋より開始された。完全新規設計には2から3年間を要することから、基本設計は12型フリーゲートに最低限の修正を加えたものとされた。作業にあたっては、 当時ニュージーランド海軍が作成していた十二型の解説計案が参考にされた。外力設計案は1960年2月11日に認可された。これによって建造されたのが本級である。上記の経緯により、基本設計は十二型のものが踏襲されたが、同系では朝鮮主労型であったのに対し、本級では上艦板が艦尾まで全通し、車両艦板型となった。 上部構造物も12型では前後に分割されていたのに対し、本級では一体化された。船体は全長にして0.7メートル延長され、基準排水量にして70トンの大型化となった。また1964、5年度から1967、8年度計画で建造された10隻は、 さらに横幅も0.6メートル拡大されて、基準排水量はさらに50トン増加した。また船体内容積を確保するため、12型では燃料タンクと復元性維持のためのバラストタンクが別々に装備されていたのに対し、本級では兼用とされた。アイスランド沿岸警備隊の小海底、アイクグフ・オーディンと並走する HMS シラシ機関は、 前期立て造艦10隻は12型と同じく Y-100 型ギアードタービンが搭載されたが、1962、3年度計画の11番艦以降は Y-136 に、また蒸気の幅広型では Y-162 更新された。優れた船体設計と相まって特に加速性能で非常に優れており、タラ戦争では時間よりも 小さなアイスランドの小海底の裏を書くために役に立った。タービン発電機2機とディーゼル発電機2機という電源構成は12型と同様だが装備の強化に伴ってタービン発電機の短期出力は4 0 0ットから5 0 0ットへ、そして幅広型では7 5 0ットへと強化された。またディーゼル発電機の短期出力は 初期建て造館では12型と同様に 300kW であったが、フィービー以降では 450kW に強化された。電源系は 440V、60Hz で、合計出力は、前期建て造館では 1900kW、後期建て造館では 2500kW であった。本級では、従来の12型と同様に、アナログ式の JAYA 戦術状況表示装置が搭載された。 あとに航空母艦に搭載されていたデジタル式反自動システムである ADA、戦術情報処理装置の簡易型の搭載も検討されたがコスト面の問題から実現しなかった。ただし本級では新開発の統合通信システムが搭載された。従来の12型フリゲートは対戦艦として整備されてきたことから対空捜作用としては短距離での 目標補足レーダーしか備えていなかった。これに対し、本級では早期警戒用の 965M 型レーダーが装備された。これは実際に早期警戒やレーダーピケット化任務に当たるためというよりは、1959年の海軍爆料計画でフリゲート4隻のうち1隻がこのレーダーを備えるよう求められていたためであった。ソナーとしては、 新開発の177型ソナーを搭載しており、1962、3年度計画の11番艦以降では、発展型の184型ソナーに更新された。また本級では、可変深度ソナーも搭載されており、カナダ製の199型ソナーが採用された。電子戦装置は、当初は12型の装備が踏襲されたが、オーロラ以降では、 電波探知装置を UA-8-9 に更新するとともに、667型電波、妨害装置も追加された。一部の艦では、ソ連の大型艦が搭載する MR-600、ボスホードなどに対応するため、低周波数帯で動作する UA-13 も後日装備された。並走として、アメリカ製のターターシステムの導入も検討されたが、 価格とシステムの複雑さ、また、英国政府が保有する、ベイドルを潜水艦用原子炉の購入に振り向けるため、断念された。最終的に、改め12型をもとに紹介性を加えた構成が、採用されることになった。最大の変更点が、対戦兵器であり、12型では、リンボー対戦迫撃砲2機が搭載されていたのに、対して、 本級ではこれを一気に削減する代わりに、トライバル級と同様に、ウェストランドアスプ中距離魚雷投射ヘリコプター一機を搭載、運用する航空偽装を設置した。なお12型では、長射程のマーク20、ビダー対戦誘導魚雷の搭載を予定して、魚雷発射管が搭載されていたが、本型では、蒸気の統合通信システムの搭載を近く保のため、 最初から搭載されなかった。艦砲は12型と同じ45口径1 1 4トル連装砲だが、放射撃式装置は MRS-3 に更新された。また、互換防空ミサイルとして、81型や改め12型で後日装備を予定していた CCAT GWS-22 を搭載したが、初期型増艦ではやはり後日装備となった。 本級は艦隊の基準構成艦として活躍していたこともあり、1970年代より近代化改修が行われた。イギリス海軍の運用要求に応じて複数の仕様があり、最終的に3つのバッジに大別されるようになった。特にバッジ2以降の改修では、いずれもデジタル式の DBA、戦術情報処理装置が搭載されたほか、 ワスプよりも一回り大きなリンクスヘリコプターに対応して航空偽装が強化されていた。バッチ1バッチ1回収後のオーロラ艦視の砲塔をアイカラサム発射機に換装したほか、後部マストから965型装置、警戒レーダーのアンテナが撤去されているイギリス海軍ではオーストラリアが開発したアイカラ対戦ミサイルの配備を計画していたが、 専用搭載艦の計画はいずれも断念され、82型駆逐艦の建造も一石で打ち止めとなった。このことから、原型艦の一部に対して、アイカラ対戦ミサイルを搭載して回収したのが、バッチ1である。本級搭載のアイカラは、オーストラリアのオリジナルモデルよりも多少を切り詰められており、英海軍での正式名は、GWS-40 とされている。 選手楼看板の艦砲を撤去して、相からの炭素発射機を設置した。12隻の回収が計画されたものの、財政上の理由から切り詰められ、結局、1972年から1978年にかけて、計8隻が回収された。バッチにバッチに回収後の、クレオパトラ艦首の砲塔を、MM38 エグゾセ SSM の発射塔4機に、完走。 対水上火力強化のため、原型艦の一部に対して、エグゾセ MM38 艦対艦ミサイルを搭載する回収を行ったのが、バッチ2である。シーキャット股間防空ミサイル発射機を2機搭載した、バッチ 2A と3機搭載した、バッチ2バイトがあり、また、バッチ 2A は後に栄光ソナーを搭載して、バッチ 2TA と称されるようになった。バッチ3バッチ3回収後の、 シラエグゾセ SSM の発射塔の全部甲板にシーウルフタンサムの6連装発射機を装備。イギリス海軍は1970年代中盤より新世代の22型フリーゲートの整備に着手したが、これは高性能の代わりに非常に高価な艦であり、海軍が求める数を整備するのは難しかった。このことから本級の幅広型をもとに22型に準じた装備を 搭載して回収されたのが、バッチ3である。股間防空ミサイルは新世代の c ウルフに換装され、これと合わせて、レーダーも967、968型レーダーに変更された。また電波探知装置も、対艦ミサイル防御に対応した、新世代のウアーマイナス1アベーヒルに更新された。バッチ2と同様、艦方とバーターに、 エグゾセ MM38 艦隊艦ミサイルの単装発射塔4機を搭載した。ソナーは新開発の2016型ソナーに変更されたほか、リンボー対戦迫撃砲も単魚雷発射艦に換装された。なお、後期発注分5隻では、さらに 2031Z 型エコーソナーの搭載も予定されていたが、1981年の防衛見直しにより、 予算上の理由から、後期発注分の回収そのものがキャンセルされたことから、実際には回収された艦は前期発注分を席に留まっている。インドでは、1960年代後半から1970代にかけて、ディアンダー級フリゲートの幅広がた船体を元にした、国産フリゲート、ニルギリ級を6隻建造したほか、1995年に、イギリスからの退役艦、 アンドロメダを導入し、クリシュナに解明の上で練習艦として運用した。当初はレーダーや兵装もイギリス海軍艦に準拠したものであったが、次第にインド海軍で一般的なロシア製、欧州製への艦装が進められていった。2000年代に入ると老朽化や陳腐化により、新型フリゲートへの更新が進められ、2013年に最後の艦が退役した。 あとには、リアンダー級の船体をさらに拡大させた発展型のコーナーバリ、Q フリゲートやブラマプトラ Q フリゲートもインド独自に設計、建造されており、こちらは2014年現在でもインド海軍の主力の一端を担っている。オランダは1960年代にリアンダー級フリゲートに準拠した設計のファンスペーク級フリゲートを6隻建造した。 基本設計や兵装はイギリス海軍艦艇に準じているが、レーダーはオランダのシグナル製のものが搭載されている1980年代後半に6隻すべてがインドネシア海軍に譲渡され、ミサイルや機関の乾燥などを行い、2014年現在でも同海軍において現役である。オーストラリア海軍のリバー級護衛駆逐艦のうち1960年代、 後半に建造されたデ50スワン、デ51ュトレンスはディアンダー級フリゲートに準じた設計となっている。ニュージーランド海軍へはロック級フリゲートの代替として1966年に原型艦の海55アイカと1971年に幅広設計の海421カンタベリーの2隻が引き渡された。この2隻は イギリス海軍向けの艦とは別枠で新規に建造されたものである。さらに1980年代にイギリス海軍の中古艦2隻が追加で引き渡された。1990年代に3隻が退役し、最後まで残った海421カンタベリーも2005年に退役した。PFG-07 アルミランテリンチチリ海軍では1970年代初頭に イギリスへ、幅広型船体のリアンダー級フリゲートを2隻、発注した。この2隻は、グラス号のヤーローシップビルダーズで建造され、1973から74年に、チリ海軍へ引き渡された。さらに1990年代初頭には、英海軍から退役した、リアンダー級、バッチ3バイトを2隻追加受領した。しかし、老朽化と陳腐化から、 同じく旧英海軍の22型、23型フリゲートに更新されて退役することとなり、旧英海軍艦はそのままスクラップとされたものの、チリ海軍向けの心臓艦はエクアドルに譲渡され、同国海軍で運用されている。エクアドル海軍は1991年にイギリス海軍から中古のリアンダー級バッチ2バイトを2隻受領した。 旧英海軍艦は2008年に退役したが、同年に旧チリ海軍のコンデル級フリゲートを2隻受領し、2014年現在でも運用している。パキスタン海軍はイギリス海軍から2隻の中古艦を受領した。ありがとうございます。